重要文化財指定のつて、渋谷高山古墳湿度壁玉製石枕石枕は、古墳時代の遺物の一つで、古墳の石棺内に遺体を安置する際、頭部を固定するために用いられた枕状の石製品である。石枕には大別して、船型石棺や、先き竹形石棺の床部分に後頭部型のくぼみを作り付けた石枕作り付け石棺と、滑石や砂岩。 業界岩、蛇紋岩などを加工して、やや扁平な馬蹄型に整え、中央を後頭部型にくぼませた、石製品の馬蹄系石枕とがある。石枕作り付け石棺は、古墳時代前期から中期の西日本の古墳に見られるのに対し、馬蹄系石枕は中期から後期の東日本の古墳で多く見られ、特に上層地域でよく出土する。 ただし、奈良県天理市渋谷のつて、渋谷高山古墳出土品など、西日本の古墳時代前期での発見例もある。上層地域の石枕は、馬蹄形の円を海岸上に加工して、自家古紋と呼ばれる幾何学的文様を彫刻し、さらにそこへ等間隔に穴を開け、立花と呼ばれる曲が玉二つを組み合わせたような、形状の装飾を縦並べたものが見られる。その他、 山梨県甲府市の大丸山古墳では、長さ70センチメートルの横たいた円柱型に、くぼみを2箇所設けた珍しい形状の石枕が出土した。ありがとうございます。